貨物車なのに。この列車は避難命令のせいか。運が回ってきたな。避難用特別ダイヤで運行しております。到着までに戦闘車両に集合。ご迷惑をおかけします。ちょっと聞いていいか。船が八番台に住んでいてね。何か用なの？あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。いい加減にしてほしいな。どうなったのかしら。弟たちに話してやるんだ。ああ、みんなピリピリっす。当然だろう。クラウドさん、俺罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。三番街に逃げたかったのに。いい加減にしてほしいな。クラウド、SOS。 ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。帰化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない。見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。魔鋼炉を爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送っている。これが新列社員の戦い方だ。意義なし。これぞ新列魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。引きましょう。くだらねえ。何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。
俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ敷かれたルールには逆らえないんだ。星を救う、でっかい初めの一歩だ。うん、お前ら、ピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。やべ、うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん、うん、アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。マコーロ、俺の人生、うちの人、スラムの様子はテレビですごい爆発された。駅前あたりになった。ここ警備する必要あんの？不吉なことばっかり。なんとかね、今夜は返さない。本日の列車の運行は終了しました。このバーガー屋を。すごかったんだぞ、マコーロの炎。神羅はプレートとスラムに差がある。マコーロ、マコーロ八番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。
おい、あんた、どうした？魔法中毒かよ。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー。俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。してたか？うん、ティファと遊んでた。おお、そうか。よし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 。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ、本物でしょ。珍しいね。意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。なお、今回の攻撃に対する。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞーマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。爆破された瞬間、ごめんね、巻き込んで。すごい揺れ。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな、これは仕事だ。うん、この前分かった。シンナを憎む気持ちも分かる。どうなった？うん、全然。こう何かしなきゃっていう。バレットたちと揉めなかった？お前に足りないの。ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。
奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや。そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。
や、あんたがクラウドだね。私は大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。シンダ、負けちゃうの？自警団が見守り。悪いことしたら容赦しないわ。子供たちに憧れだって言われるのよ。修理したいが、後回したな。瓦礫通りのモンスター。おじさん、この顔疲れてるんじゃなくてカッコつけてるのか。瓦礫通りのモンスター。一人じゃダメよ。自警団の建物もあちこちガタが来てるわね。修理したいが。悪いことしたら容赦しない。そこの星の命たち、ライフストリーム。うちの2軒隣に住んでいた女の子、夜逃げしてみた。今日は寝かせないよ。ああ、喧嘩車はいつも売りしてる。星の命の国を。おいで、なでなでしますよ。列車が止まっちゃう。またイベッドのせいで。猫ちゃん、もう近いよ。安いの、揃ってるわよ。
私の命のことプレートってスラムを見殺してる人も多いっていう。上で働いてるやつはみんなスラム。課長の読み通り、犯人はアバランチでしたね。私たち、あなたが噂のティファちゃんの幼馴染で何でも屋さんですね。私いろいろ商売をしておりまして、セブンスヘブンとも取引があるんですよつまりあなたともまんざら他人じゃないってことだな。私のことは遠い親戚のおじさんとでも思ってくれていいですよ。バレットさんと飯食う。怖そうに見えるけど、すげえいい。おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。こんにちは。 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役目、変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド！そうだ！せっかくだから、買い物すれば？見るだけ見てみる。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来るの。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえないじゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。マールさん、フィルター交換です。ティーファ、待ってたよおや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。
ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの、戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金、次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ武器を持とう。瓦礫通りのモンスターなんとかしねえとな。明日俺が挑戦。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。
できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああそれから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも町中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。食料品の品。上で働いてんだけど、今日はどんな人が
仕事で疲れた日は一番街の街が。どっちがいいかな。どっちも似合うよ。それじゃ決めらんないよ。わかる。自警団は世を忍ぶ仮の姿っす。戻ったら剣を見せてくれよな。しないわ。子供たちに憧れだって言われるのよ。協力者を選定中。ウェッジの言ったやつ。いや、ケーケンだな。ティファちゃんに怪我させんなよ。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。こっちは任せ。頑張るね。行くよ。勝負あり。このすごい。これがソルジャーの戦い方。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どうか対処しよう。消えろ。当てる。よし、やっちゃおう。じゃあね。
ここまでだ。勝負あり。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもか。正直驚いた。ダメだからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心は何だ。覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。もらおうと言って頑張ろう。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ開いてくる。後ろ向きだな。つかの間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さあビックスたちのところに戻ろう。